試合スタート。一攫千金ぬいぐるトレジャーハンター2回戦が始まりました。宝箱に入っている賞金10万円を目指していきます。全長が13メートル、高さが4メートルある大階段。ぬいぐるの中を階段を両手両足を使って登っていきます。まずリードしているのは小峠、一番人気です。小峠がリードしていく。そして斉藤も現在2位、第3位に小宮、そして狩野英孝も順調なスタート。ただ田中がやおっと狩野英孝をしていきました。斉藤もしていた、あっ小峠もしました。自動的に小宮がなぜか1位になった。小宮が自動的に非常にスローに手足を動かしていく小宮です。小宮が慎重に動かしていきますが、後ろから田中が上がってきたぞ。小宮が1位、2位が田中、3位に小峠と斉藤が続いています。斉藤もしていった。さあ3人が並んで小宮がなぜか下がっている。地味に後退している。よくリーガーわからないが、まだまだ落ちていった。先頭が小峠に変わりました。先頭小峠、2位田中、3位が狩野英孝になっています。狩野英孝足をまたつかせていなくなっていきました。小峠人気に応えるか。順調に中央突破。ただ鈴木奈々はこの辺りから7回ほど落下していった。しかし小峠は順調にいくぞ。順調にいった、またいだ。スーパープレー、スーパープレー、田中、田中スーパープレーの後ボーミス狙った。誰も階段を登っておりません。また一からのスタートになりました。小峠が速い、小峠が順調に上がっていく。ぬるぬるになれたか。小峠ここで落ちていった。カモと一緒に落ちていきました。最後はなかなか階段を登れていない。現在2分経過いたしました。小宮がやはりスローに手足を動かして現在1位、斉藤がそれを追っています。さらに追うのが田中です。斉藤と小宮、しかしながら田中が落ちていった。大悟はなかなか階段を登れない。そして狩野英孝来ていると。小峠も速い、サイドから攻めている。3人がほとんど並んでいる。しかし一歩抜け出すのは誰か。この2006年春から始まったヌルヌルの歴史、ヌルヌル伝説の始まり、3年ぶりに感謝祭に復活したこのヌルヌルで、果たして誰が今日伝説を作ることになるのか。小峠がまた中央突破、現在トップになっている。右足がちょっと危ないか。一歩ずつ一歩ずつ行く。カノエイコ落ちてった。小宮がなぜか這いつくばって動けなくなっている。小峠は順調だ。小峠が一歩ずつ確認をする。ローションを確認、確認作業全員行った。さようなら、全員さようなら。そしてこの隙を見て狩野英孝が順調にリードを広げていきます。トップに立った狩野英孝、3分が経過しました。いつまで戦いは続いていくのか。本格的に生放送の終了の時間が近づいてくる。11時36分です。あと放送は、はい、まだ10分ほどあります。皆さん頑張ってください。10万円が近づいている。さあまたいだ。技がありました。肩抜きしたあと一旦上級手を入れた。小宮が落ちていった。そして斉藤も落ちていった。現在トップは走るのは大悟、そして小峠が追いかける。田中が現在仰向けになって体勢を入れ替えている。狩野英孝も下から追いかけていく。さあ大悟と小峠が並んだぞ。小峠が抜くか、抜いたか、一歩抜くか。大悟と小峠先頭争い、2人で一瞬何かのせるような感覚。ゆっくりとゆっくりと2人で行っている。並んでいる、一緒に上がっている。一緒に上がって何が待っている。肩を組む。いや、ここでトップで争い、頂上で争う。小峠と大悟
全員落ちた後に月を見て狩野英孝が一人で登っていく。なぜか狩野英孝が全員落ちた後トップに立つ。その後ろ後藤家が行く。狩野英孝中央まで来ました。すでに戦いは5分を経過しております。狩野英孝と一番下まで落ちた後の後藤家、また2位まで上がってきた後藤家と狩野英孝、この2人の激しい戦い。さあ中央突破している狩野英孝か小峠か、スピードが上がってきた。先ほどは頂上で大悟と小峠の戦いがあった。小峠休憩は挟んでいる。休憩を出て斉藤も押していった。中央突破の小峠を追いかける。小峠バーッと膝から落ちていった。体力も消耗してくる。間もなく7分に差し掛かるこの激しいぐるぐるの戦い。現在トップは黄色の大悟36歳。高校時代まで野球をやっていた。その足腰で強靭に登っていく。男性陣、女性陣、芸能人の皆さん、本当に時間がまずくなってきたそうです。本当に時間、放送時間がまずくなってきたそうです。頑張ってください。大悟か狩野か、大悟か狩野か、さあこの戦いはトップだ。頂上で大悟が一緒に落ちていった。ずっとやってきた強豪氏のために、ウルヌルのために、田中は谷のモノマネをやってきたと、そう感じさせる。谷田中行け。谷田中がゆっくりと手足を伸ばし頂上にたどり、ついに手がないたどり着かなかった。戦いは8分を経過しております。放送時間が待っている皆さん、本当に放送時間が待っている。頑張ってください。頑張ってくださいとしか言えませんが、本当に頑張ってください。緑の狩野英孝がリードを奪う。狩野英孝がリードを奪っていく。狩野英孝、さあまさにこのトレジャーハンターで狩野英孝が栄光を掴もうとしている。10万円を掴もうとしている緑の狩野英孝。狩野英孝10万円。この番組はサントリーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。